こんにちは。武器屋の店主のフランです。チャッス。私は勇者のユウちゃんだよ。それにしても、やっぱり夏は暑すぎるよね。ジジリウムのシャワーを浴びないとやっていけねえよ。ユウちゃんってば、いつからパーフェクトソルジャーになったの？もしくは、ウドのコーヒーを飲まないとダメだな。ウドのコーヒーは苦いから、ユウちゃんには早いんじゃないのかな？戦いは飽きたのさ。さて、ボトムズファンの方にはピンとくるネタだったかと思いますが、今日はボトムズで誕生した武器パイルバンカーについて解説していきます。パイルバンカーはボトムズの AT に装備されている武器だね。腕に装着された杭が飛び出し敵に突き刺さる近接武器だ。アーマードトルーパー用の武器ですね。ボトムズではクエント人が使った AT ベルゼルガに装着されていたのが最初ですかね。クメン編でシャッコが乗った AT が馴染み深いかと思います。シャッコの AT は金縁になっていて高級感があったよね。パイルバンカーはカートリッジの火薬燃焼のガス圧力で杭を打ち出す武器です。銃の弾丸が杭になったものと考えると分かりやすいかと思います。パンチを打ち出す武器もあったよね。そうね、パイルバンカーと似た武器で通常の AT も弾薬を使ってパンチを打ち出す核兵武器が装備されています。あれも仕組みはパイルバンカーと同じではないかと想像します。なるほどね。パイルバンカーってやっぱりボトムズが最初だったの？そのようですね。ボトムズ以降多くのロボットものやゲーム、ガンダムなどにも輸入され人気の武器となっています。アーマードコアにもパイルバンカーはあるな。威力は強いけど使えん武器だ。アーマードコアの射突型ブレードですね。アーマードコア4以降は改善されましたが、それまでは絶望的な3体兵器でした。ゴミだ。フィクションの世界では格段に威力の高い白兵武器として描かれることが多いです。しかしリーチも射程もなく、切ったり叩いたりすることもできず、杭を発射して突き刺すことしかできません。あとは腕から外して投げつけるくらいしかできないぞ。テレビアニメ版のボトムズでは何気ない近接武器として特別フォーカスされることもなかった武器ですが、外伝などでは強力な必殺兵器として活躍します。そうだったのか。ボトムズのパイルバンカーは工事現場の杭打ち機を見て思いついた武器だそうです。パイルバンカーって現実に武器として使われているの？パイルバンカーのような杭を打ち出す道具は実在していますが、武器用途ではありません。工事現場などで使われたり、人命救助の際にコンクリートを打ち抜いたりするために使われています。そういう使い方か。工事現場で使われるものはパイルドライバーと呼ばれる巨大な杭打ち機と小型の発力機がありますね。打撃、圧入、掘削、振動などのタイプがあります。カートリッジで発射するのとは違うってこと？工事現場で使うやつはカートリッジ式ではないですね。カートリッジ式は銃弾砲に引っかかりそうな気がするんですが。確かにな。打撃タイプは油圧や落下のエネルギーを使ってハンマーで地面を叩いて杭を打ち込みます。圧入は油圧の力を使って地面に押し込むもので、掘削はドリルみたいなので掘るタイプです。ふーむ、それはボトムズのパイルバンカーとは全然違うやつだね。パイルドライバーは地面に杭を打つ機械なので、水平方向や上方向での使用は想定していないと思います。 AT のパイルバンカーへ転用するには改造が必要でしょう。まあでかすぎるしね。発力機は小型ですが、杭が飛び出すわけではなく振動で発るので、パイルバンカーとは別物ですね。ふむふむ。一方、アメリカにはカートリッジ式のレスキュー用パイルバンカーがあります。アメリカの兵器製造会社、レイセオン社が作った CIRT という道具です。兵器製造会社が作ったレスキュー用のパイルバンカーですと。この CIRT、コントロールドインパクトレスキューツールの略です。仕組みはパイルバンカーと同じカートリッジ式、つまり銃と全く同じ仕組みになっています。削薬の燃焼のガス圧によって駆動します。これは完全にパイルバンカーじゃないか。公式の取扱説明書を入手することができました。こんなの入手しようとするやつ日本にいるのかな。このインパクターオープニングという場所から杭が発射されます。 YouTube に動画があるので興味のある方は検索してほしいのですが、威力は厚さ15センチはあろうかというコンクリートを簡単に打ち抜いています。兵器製造会社が作ってるし、まさにパイルバンカー。弾丸がついていない削薬とプライマーだけの空砲用カートリッジが必要です。発力機ですが、普通の発力機とは全く仕組みが違います。一撃の破壊力に曲振りした発力機だね。
カートリッジ式の最大の利点はカートリッジだけで動くということです。外から電源やコンプレッサーなどの動力を持ってくる必要がありません。カートリッジをセットして引き金を引くだけでいいってことなんだね。銃と同じ仕組みなので弾薬だけあれば動きます。そう考えると CIRT は完全に無線タイプだから便利そうだ。かなり作業効率が良いということです。重さが50キロあるのと弾切れになると使えないのがネックでしょうか。2人での操作が基本です。これはすぐにでも AT に積んで実用化できそうだね。まあ武器ではないんですけどね。まさかパイルバンカーが実在していたとは驚きだよ。実はハンドサイズのパイルバンカーがあります。しかも日本でも普通に使われているものがあるのです。え、マジっすか。キャプティブボルトガンという道具があります。これは圧縮空気やバネ、空砲用のカートリッジを使って杭を打ち出す道具です。空砲用のカートリッジってことは CIRT と同じか。見た目は普通のインパクトのようだが、これも完全にパイルバンカーではないですか。仕組みとしてはこれもボトムズのパイルバンカーと同じかと思います。引き金を引くと激震がカートリッジのプライマーを叩き、発射薬が燃焼して杭を打ち出します。人間一人でも携帯可能な射突型ブレードか。しかし一体こんなのを何に使うというのですか。キャプティブボルトガンは土殺用の道具で、食肉用の牛や羊などを締める際に使われています。キャトルガン、スタンボルトガンとも呼ばれ、日本語では土地苦獣と呼ばれています。なるほど、牧場をやっている人はお世話になるかもしれないアイテムか。畜産業界のことを調べると、日本でも海外でもボルトガンを使って牛を屠殺するのは一般的なようです。そういうことか。ボルトガンでどこを狙うのかは察してほしいところではありますが、眉間を狙います。一撃ですか。動物愛護の点から一撃で気絶もしくは屠殺することが目的で、苦しませないことを想定しています。大きく2つのタイプがあり、貫通型、非貫通型があります。貫通と非貫通か。貫通型は尖った杭が骨を砕いて貫通する仕様です。屠殺の成功率が高く、最も効果的なボルトガンとなります。完全に AT 仕様ってことですね。しかし貫通型は脳の血液が全身に流れてしまうため、胴体の肉が狂牛病で汚染される危険があります。なるほど。そういう懸念から現在では貫通型を使うことはほとんどないということです。畜産業界では非貫通型が推奨ということですが、詳しいところはわかりません。非貫通型ってのは打撃的なやつですか。キリコの AT のパンチみたいな感じでしょうか。杭が尖っておらず、ハンマーのような形状で打撃で混沌させるタイプですね。そういうことか。非貫通型の欠点は打撃なので一撃で気絶させることが難しいところです。牛を苦しませる確率が高いですが、病気のリスクがなく安全な肉を確保できます。我々の食の安全はパイルバンカーによって成り立っていたのか。肉を食べるときはパイルバンカーを思い出すといいかもしれません。牛もそうだけど、ボルトガンを使ってる人のことも考えると食べ残せないね。誰かがやらなきゃいけない仕事なんだ。このボルトガンですが、牛を屠殺できるだけあって人間にも有効です。武器として使うものではありませんが、武器に使われてしまった例もあります。実際海外ではボルトガンを武器として使った事件が起こっているのです。やばい。確かに当たれば確実に戦闘不能にできる。暗殺用の武器として使われた事例もあるそうです。動く相手を狙うのは難しいと思いますが、でもこれは特別な許可がないと持てないでしょ。土地苦獣は日本の銃刀法で銃に分類されているので、所持には特別な許可が必要です。まあでも現実世界でもパイルバンカーの威力は高いってことだね。そうね、武器ではないですが、扱いはアニメの世界とあまり変わらない気がします。しかしボルトガンを調べて思ったのですが、どう見ても電動工具にしか見えません。武器ではないと相手を油断させることができそうな気がしないでもないです。日曜大工かと思わせて暗殺でしたみたいな、具現化系なのに操作系を装うみたいな、そういうやり方だね。シャッカの乗っていた AT には縦にパイルバンカーが隠されています。初見の敵なら油断は誘えそうな気がしますが、どうでしょう。なんだかパイルバンカーが強く思えてきたぞ。アーマードコア3では射突型ブレードを使うときに謎のため動作が入るので全く使えませんでした。丸ボタンを押してすぐに発射してくれればまだ使えたのですが、
あれは完全にゴミ武器だったよ。火縄銃の発射よりも遅延がひどいだなんて。アーマードコア4では改善されてすぐに発射される仕様になりました。むう、パイルバンカーは近接武器の歴史を変えるかもしれない。どうでしょう、戦術や技術の変化でパイルバンカーが活躍する時も来るのかもしれません。氷山を空母にするよりは現実的かと思いますが、 AT フィールドみたいなのが発明されたら使えるかもしれないな。そういえばサピエルもパイルバンカー実装してたな。武器屋のお姉さん、パイルバンカーは前々からリクエストいただいていた武器でした。調べてみたら思った以上に現実世界に実装されていたので驚きです。 CIRT なんてパイルバンカーそのものじゃないですか。あれを AT の腕に装備したらパイルバンカーですもん。パイルバンカーはただのフィクションやロマンで終わることなくワンチャンあるかもしれませんね。実際に災害現場で活躍してるからね。というわけでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録してくださいね。よろしく頼むよ。